こんにちは、Kです。明日から2週間東京で生活をするので、沖縄を離れる前に沖縄の美しい風景とか景色をドライブしながらお見せしてトークをしていきたいと思います。今日は北谷の方に行ってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、では北谷に向かっていきます。僕は宜野湾市というところに住んでいます。普天間基地のある近くですね。小道を下っていって、少し大きい道路に出ていきたいと思います。宜野湾市は那覇から車で15分20分ぐらいの場所にあります。沖縄の真ん中寄りぐらいの位置にありますね。少し車を走らせて、大きい道に出ていきます。この大きい道路が国道58号線と言われる沖縄で一番大きいメインの道路になります。南部から北部まで一直線にこう太い道路がつながっている道です。撮影したのが夕方だったので少し道が混んでいます。沖縄は車社会なので車がないとなかなか生活がしづらいっていうところがあるんですけど、やっぱり朝だったり夕方はかなり道が混むので、ちょっと不便に思うこともあります。宜野湾から目的地の北谷までは道が混んでいなければ10分15分で着くんですけども、今回はちょっと夕方で道が混んでいたということもあって30分弱ぐらいかかってしまいました。この宜野湾の大山エリアという場所はかぐや通りとも言われていて、左右の道の左右にいろんな家具屋さんがあることでも知られています。結構アンティークの家具とかおしゃれな家具屋さんがあったりするので、穴場だったりします。やっぱり道が混んでいてなかなか進みが悪いですね。動画では編集で短縮していきたいと思います。しばらく車を走らせて海の近くまでやってきました。北谷にあるアラハビーチという場所に寄りたいと思います。駐車場が空いてるといいんですけど、結構満車のことも多いです。さあ今回はどうでしょうか。空いててくれよ。結構埋まってますね。あ、空いてます。ラッキーですね。はい、じゃあ止めて、ビーチの方に歩いていきたいと思います。アラハビーチは、バスケットボールのコートがあったりとか、ビーチサッカーをビーチでしてる人とかですね、あとジョギングをしてる人とか、結構いろんな人が集まって思い思いに過ごしてる場所です。はい、で夕方の海すごく穏やかで落ち着きますね。波の音がとても心地いいです。空も青空でいい感じ。最近ちょっと仕事で忙しくてリラックスできていなかったので、この撮影はかなり気分転換になります。
あっちの奥の方に建物が見えると思うんですけど、あっちが、まあ、美浜と言われる人気の、スポットになりますので、この後行ってみたいと思います。はい、短いですが、ビーチで少しリラックスした後、早速、美浜のアメリカンビレッジというスポットに向かっていきたいと思います。このアラハビーチは本当に広くて、まあ、公園にもなっているので非常におすすめです。で、この日はやっぱり混んでたんでちょっと時間かかったんですけど、アラハビーチから、美浜のこのアメリカンビレッジっていう人気のスポットまでは、まあ、車で本当に 2,3 分の距離ですぐ行けます。はい、どんどん近づいてきましたね。はい、ここを曲がるといよいよアメリカンビレッジが見えてきます。この辺りは、まあ、映画館があったりとか、まあ、ゲームセンター、アーケードがあったりとか、飲食店がたくさん並んでいたりと、まあ、かなり人気のスポットになっていて、沖縄の若者もたくさん集まるんですけど、観光客も非常に多く集まっている場所です。はい、早速人が増えてきましたね。はい、たくさん観光客が歩いています。結構まあアジアからだったり、あとまあそうですね、ヨーロッパとかオーストラリアとかいろんな国から、観光客が押し寄せる場所で非常に人気です。で、こうやって本当にカラフルなポップな建物がたくさんあるので、観光、まあ、見るだけでもそうですね、街並みとか建物を見るだけでも楽しい場所になっています。ヤシの木もたくさんあって、まあ、南国リゾートっていう感じがしていいですよね。さあ、また駐車場チャレンジです。今度も無事空いてるといいんですが、はい、無事に止めれたので、早速街を散策していきたいと思います。カラフルで本当に歩いてるだけで楽しいですよね。で、ああいった、まあ、奥に見えてるのはホテルになっていて、すぐ、まあ、宿泊してこの観光スポットで遊べるみたいな、ホテルも結構いくつかあるエリアとなっています。今日は平日なので、まあ、そこまで人は多くないんですけど、土日になると本当に人がわんさかあふれかえる場所です。はい、ではこちらの奥に入っていってみます。結構、まあ、いろんなお店、服屋さんだったりとか、まあ、カフェとかアクセサリーショップとか、まあ、たくさんのお店が立ち並んでいるので、ショッピングとかね、非常に楽しい場所になっています。T シャツとかでちょっと夏服が欲しい時期になってきました。はい、買い物行きたいですね。街並みがカラフルで、まあ、元気な感じもするので、まあ、こうやって散策するだけでも気分が上がりますね。おっと、何でしょうか。日本一長いソフトクリームのお店、ちょっと気になりますね。はい、でも買いません。
この美浜のアメリカンビレッジは本当に歩くだけでも楽しくて、写真とかも撮ったりとかできるスポットもたくさんあって、まあ、すごく観光客の方にもおすすめなので、ぜひ立ち寄ってみてください。はい。こんな感じで、ちょっとまあ迷路のようになってたりとかね、いろんなお店が途中途中にあるので、すごく楽しいと思います。そう、こんな感じのね、なんかこう、オブジェがたくさんあったりして、本当に写真映えするスポットとかがたくさんあったりします。で、こういったウォールアートみたいなのもあったりするので、まあ、こういうところで写真を撮るのもいいかなって思います。はい。で続いて、ちょっとまあ新しく、開発されたエリアになるんですけど、僕の、好きなコーヒーショップがあるので、そっちの方にちょっと歩いていきたいと思います。はい。この、レンタルバイク屋さんを曲がったところにあるのが、コーヒーショップの、はい、まだかな?まだかな?まだかな?はい、出ました。コーヒースタンド、コーヒーショップのジバゴというお店です。ここが本当に個人的にはおしゃれで大好きなんですけども、ちょっとまあ写真とか動画の撮影はまあできるかよくわからないので、一旦ちょっと写真なしで店舗の方に入ってみたいと思います。はい、店内の撮影大丈夫でした。おしゃれですよね。で、僕は、こちらで、カフェラテのホットと、ドーナツを注文しました。はい、こちらのドーナツです。で、こんな感じでいい感じのラテアートも作ってくれました。海辺の方まで、まあ、歩いてやってきて、コーヒーとドーナツをこちらでのんびり食べたいと思います。またリラックスタイムですね。めちゃくちゃいいロケーションです。海も綺麗だし、この海沿いの歩道だったりとかもすごく素敵な場所です。はい、ジバゴコーヒー、おしゃれですね。沖縄では、まあ、結構夕方にこうやって海沿いとかにこう人が集まって、まあ、友達とか恋とかが海を見ながら喋るみたいな光景がよくあって、すごく素敵だなって思います。はい。で、まあ、ペットとかを連れてね、海沿い散歩してる人とか、すごい、なんかこうみんなマイペースでのんびり過ごしてるいい雰囲気の場所です。続いて、まあ、海沿いにもちょっとお店とかがいろいろあるので、こちらを歩いていきたいと思います。お、ワンちゃんがいます。かわいいですね。はい、こちらかなり雰囲気のいい場所なんですけど、お店がこうやって、連なっていて、で、結構本当におしゃれなお店がたくさんあるので、こちらもとてもおすすめです。こうやって海を見ながらね、こう喋ったりとか、なんかコーヒー飲んだりとか、ご飯食べたりとか、すごくいい場所ですよね。はい。本当にここは観光で来るのはすごくおすすめなので、ぜひ来てみてください。本当に外国人の方がこの日も多くて、さすがアメリカンビレッジっていう名前がついてるだけあって、まあ、外国かなっていうぐらいの雰囲気の場所でした。はい。というわけで、明日から東京ということもあって、ちょっと早めに帰りたいと思います。まあ、日も暮れて、夜の7時半ぐらいになったんですけど、
これぐらいの時間になると、道の、バスレーンとかの規制もなくなるので、結構帰り道はスイスイと渋滞なく帰ることができました。はい。というわけで、ちょっとまあ軽く、チャタン、沖縄のチャタンエリアを紹介させていただいたんですけども、まあ、こういったちょっと Vlog っぽい動画はいかがでしょうか。はい。では明日からの東京に向けてちょっと準備したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。動画を見てくれてありがとうございます。